いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします水原一平元通訳を24億円送金容疑で訴追米司法省大谷選手は完全なる被害者米司法省は11日銀行詐欺容疑で大リーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者を訴追したと発表した違法賭博の借金を返済するため 大谷選手の口座から同本側に1600万ドル約24億5000万円以上を不正に送金したとしている大谷選手は送金を知らず許可もしていないとして完全なる被害者に当たると指摘した司法省によると水原容疑者は送金のため大谷選手を装って銀行に電話した疑いがある明日日本時間13日午前6時ロサンゼルスにある連邦地裁に出廷する見通しという 大谷選手は送金や違法賭博について感知していなかったことを示す証拠として携帯電話を提出した水原容疑者が正式に起訴され有罪評決が出れば最高で禁錮30年が科される可能性がある司法省によると水原容疑者は2021年9月に違法スポーツ賭博を始めた送金したのは21年11月から24年1月までの間に違法賭博の道元 マシューボーヤーに1600万ドル約24億5000万円以上を送金していたそれとは別に今年1月から3月まで ebay などを通じて約1000枚のベースボールカードを購入し大谷選手の口座から送金金額は32万5000ドル約5000万円に上り J ・ミンの偽名を使っていたベースボールカード購入の意図は不明だこのカードの使い道は不明だが ロジャーススのクラブハウにに届くようにしていた水原容疑者は18年大谷選手とともに西部アリゾナ州の銀行支店を訪れ口座開設を手伝った大谷選手の野球選手としての収入はこの口座に入金されていた水原一平容疑者の賭博は約2年間で約1万9000件賭博の負け総額は280億円平均掛け額は196万円米連邦当局が 大谷の通訳をエンゼルス時代の2018年から務めていた水原一平氏を大谷の銀行口座から1,600万ドル約24億5,000万円以上を盗んだとして訴追したと11日日本時間12日複数の米メディアが報じた米フロントオフィススポーツ社によると水原氏の賭博は21年12月から24年1月までの約2年間で約1万9,000回。 平均賭け金は約1万2800万ドル約196万円最大賭け金は約16万ドル約2450万円賭博で負けた総額は1億8290万ドル約280億円勝った額を差し引いた純損失は4070万ドル約62億円とされた野球に関する賭博はなかったという日本ハムで通訳をしていた水原容疑者は 大谷がエンゼルス入りした18年から専属通訳としてサポート車の運転や練習のサポートなどもしてきたが3月20日に韓国ソウルで行われた開幕戦後に違法賭博の関与が明らかになって解雇された水原氏は大谷の信頼すら破壊ただただひねくれている新報道を受け米記者辛辣大谷には敬意 米大リーグドジャースに所属する大谷翔平投手の通訳を長年務めていた水原一平氏について米ニューヨーク州地元紙ニューヨークタイムズが10日日本時間11日に最新報道有罪を認める交渉中であるとした違法賭博に関与し大谷の口座から資金を盗用した疑いが持たれている報道を受け米国のドジャースの番記者からは彼大谷の信頼すらも破壊しようとした といいった辛辣なコメントが飛び出しているニューヨーク・タイムズは大谷の元通訳が有罪を申し立てる交渉中だと伝えられているとの見出しを打って記事を公開内容は3人の人物への取材した結果水原氏が連邦犯罪での有罪を認める交渉中にあるというもの捜査継続中のため匿名を条件にした取材になっている3週間前に始まった捜査は急速に結末へと近づいている と大きな進展があった様子だ水原氏の有罪答弁ではいかなる違法な行為についての事実を認めることも含まれる可能性が高く2週間前に大谷がメディア人の前で今回の一件について何も知らないとした声明を確認するものになる可能性があると説明されていたこの報道を受け米専門メディアドジャース・ネーションのダグ・マケイン記者は自身の X 旧 Twitter を更新一平水原はかつて 彼とと大谷は兄弟ののようなものと語っていたしかし水原は彼から何百万ドルをも盗んだだけでなく彼の信頼すらも破壊しようとしたただただひねくれていると辛辣な言葉をつづったさらに私たちは大谷の精神的なタフさを多く学んだ彼が集中している唯一のことは野球だとつづりここまで好成績を残している大谷に敬意も示したこんな事件があったのに大谷翔平 捜査協力しながら残しした成績にファンは感銘尊敬しかないです水原一平容疑者が違法賭博に関わったとされる問題で水原容疑者が大谷から1,600万ドル約24億5,000万円を超える額を搾取した容疑で訴追されたと米メディアが一斉に報じた3月21日に韓国ソウルで行われたパドレスとの開幕シリーズで発覚した問題そこから今月10日 同11日のツインズ戦までの15試合大谷は事件の中でも結果を残してきた捜査協力もしながら残した成績にネット上の日本人ファンからはこんな中大谷さんの成績はすごすぎる大谷選手のメンタルの強さを改めて実感しましたといった感激の声が上がっている移籍後公式戦初戦となったパドレスとの開幕戦では5打数2安打1打点の活躍でチームの5対2の勝利に貢献 翌日に水原容疑者が球団から解雇されるという衝撃的な出来事があり大谷は3月25日同26日に会見で声明を発表した本拠地開幕戦となった28日同29日のカージナルス戦から今月10日同11日のツインズ戦まで13試合全てにスタメン出場なかなか本塁打が出ない中3日同4日のジャイアンツ戦で今季1号を放つと5日 同6日のカブス戦と8日同9日のツインズ戦で一発を放っていた現在まで7試合連続安打中で本塁打3本リーグ7位打率3割3分3厘同10位打点 8OPS1.012 同8位と打撃の状態は上向き本塁打も大谷らしい逆方向の当たりも出始め安打はリーグ1位の21本二塁打8本は メジャー全体でも1位と脅威の結果を出しているそれだけにネット上では大谷のメンタルの強さを称賛する声が上がっている相当無理していたはず気丈に振る舞っていたんでしょう頑張ってもらいたいですショック大きいしマスコミに叩かれるし大変だっただろうそれにしても無責任に大谷選手を叩いていたテレビ局をはじめとする日本のメディアはひどい自称 MLB ジャーナリスト自称国際弁護士 素人コメンテーターの責任は問われないのかこんな衝撃的な事件がありながら野球をプレーし続けていたのかこんな中大谷さんの成績はすごすぎる大谷選手のメンタルの強さを改めて実感しました大谷さんはすごいよ本当に大谷翔平選手がお金に興味がなく野球に専念していることが分かって感動した改めて大谷選手のメンタルのすごさに拍手立派です すごいよね普通の人間なら平常心ではいられないよストイックの極みです水原一平の件がありながらこんなにすごい活躍をするとはますます応援したくなったほんとこの成績すごいわ二塁打が多いのは知ってたけど安打数までリーグ1位とか大谷選手はメンタルも技術もすごすぎるいや成績えぐいて尊敬しかないです 試合の合間に事情聴取を受けるだけでも相当な疲労だろうなそれでも結果を残せるのは本当に驚きですマスコミは悪意のある憶測記事ばかり書いてたな本当に腹が立つ波の人間なら試合に出るメンタルではないよ大谷本人にはやましい部分がみじんもなかったから野球に集中できたのだと推測するそれでも結果を残せるのは本当に驚きです 愛してやまない野球が彼を救い、大谷さんも全てをかけられるんでしょうね。11日、同12日は移動費のため試合がなかった大谷。12日、同13日から本拠地でパドレスとの3連戦が控える。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。